こんにちは、ソングキャットヒロです。私は普段からローランドやヤマハのミディ音源モジュールを趣味の音楽制作や YouTube の動画作成に使っています。私が使用している機器には他の動画で紹介していますが、ミディや DTM に関心のある方でしたら、知っている方やすでにお持ちの方も多いと思います。私も普段使い慣れた機種には愛着があります。しかし同時に、もっと良い音、本物の楽器やオーケストラを忠実に再現できるだけでなく、編集の仕方によって生演奏ではなかなか出せない効果を使えるものが欲しくなりました。そこで今回、ローランドのインテグラ7という音源モジュールを購入しました。インテグラ7は音楽制作のプロにも人気の機種で、ローランドがこれまでに出したシンセサイザーや音源モジュールの音色がほとんど詰め込まれていて、その音色数はなんと6000以上という圧巻のスペックです。これ1台でほぼどんなジャンルでもこなせます。私が一番試してみたかったのは、この機種の売りの一つであるスーパーナチュラルサウンドという音色です。名前の通り、生の楽器に近い音色を使うことができるもので、これで自分の好きなオーケストラの演奏の雰囲気をどれだけ出せるのかということに興味を持ちました。今日早速、ミディデータ作成ソフトドミノを使い、この音源用に何曲か作ってみました。この動画では、そのうちの1曲を公開します。おそらくたくさんの方が聞いたことがある曲だと思います。どうしてこの曲を?と思われるかもしれません。まあ、軽い雑談代わりに聞いていただけると嬉しいです。ミディデータ作成は私、ソンキャットヒロ。ローランドのインテグラ7のスーパーナチュラルサウンドでお聴きいただきます。あの曲です。